はい、どうも、トウガです。発売されましたね。キングオブプロレスリング第、18弾ですね。ベストオブスーパージュニア、23ですね。はい、買ってきました。とりあえず狙い目はそうですね。剣道家臣ですかね。はい。一時期剣道家臣がもうとにかく新日本で一番好きなレスラーだったことがあったんで、最近はなかなか試合見る機会もないんですけど、まあぜひとも欲しいところです。では早速開けていきましょう。はい、おお、来ましたね。こいつレア光ってやがる。ドクタグチですね。はい。あ、これブーストカードなんだね。ちょっと気になるのこれ。はい、とりあえずドクタグチです。はい。では開けていきましょう。これ撮ってる時点でもうベストオブスーパージュニアは開幕してるんですけど、結構番狂わせがもう起こってますね。外道が武士に勝ったりね。まあ確か去年も田口に勝ってんだっけ、外道開幕戦調子いいんだ。はい、お、久々ですね、太一。最近見てないな、太一も。そういえば新日本戻ってきてくんねえかな。はい、出た噂の2枚目田口ですね。これいつだろうな、ほんとなんか超かっこいいんだよね、この田口。おー、鎌固め最たるですね。はい、マット最たる。自分の優勝予想は、まあ、一応、KO 不正に頑張ってほしいところなんですけど、武士を押したいですね、今回に限っては。まあ、いきなり初戦でつまずきましたけど、金丸、はい。ほう、マスカラドラタ。まあ、実際はブラドールジュニアが出てるんですけど、なんだ、急に変更になったのかな、怪我かな、ちょっとそこら辺ちょっと分かんないんですけどね。うわ、トリレア1枚目はウルティモドラゴンの浅い DDT ですね。はい、うん、正直あんまいらんカードではある。はい、問題はレスラーカードが誰かだな。ロメロですね。はい、おー、ダ・ウィル・オスプレイ。はい、頑張ってほしいですね。ザ・グレート・タスケ。はい、ジャスト・フェイス・ロック、高道の子ですね。お、武士かっこいいよね、武士。つうかこのベストオブスーパージュニアのカードは全部かっこいいっすね。ツイッターとかでも画像上がってましたけど、古っ。ゲドウさんですね、多分。もう FMW とか WAR あたりで頑張ってたこのゲドウさんですよね、これね。悪い顔してんなって。まあもともとヒールですかね、バリバリの。先はなんかいい人キャラですけど、これは大体、ああ、ハヤトですかね。はい、おお、ゲドウね、え、別人だよな、やっぱ。全然強い。まあ、よく体絞ったよね、よくそう考えると。ゲドさん、初戦勝ちましたね。しかも優勝候補の武士に。はい。ヤマト。
ドラゲーは本当わかんないな。シュープロでしか情報がないという。グリオネって言うんだ。へえ。グリオネじゃない、クリオネね。はい。お、ボビーフィッシュかっこいいなこれ。確かアメリカで石井から ROH のテレビ王座を奪取しましたよね。はい。結構な番狂わせですよね、日本で考えると。はい、ヘルムよくわからん。なんか最近結構膝蹴りがこう流行技になってるのかな。多いっすよね、膝蹴り系が。時間スタン。じゃあどうさんですね。顔が真顔なんですけど。はい、お、ジューシーサンダーライガー。黒バージョンですね。黒バージョンはさっきもう見ないな、ほんと。キャメルクラッチ。はい。残り3パック。あと、あれ？グレーニーも全然出てねえか。他先は多分なんか出ると思うんだよな。はい、タイガーマスのフライングボディアタックですね。おお、またジャクソン。残念ながら欠場してしまいました。兄弟揃って欠場ですもんね。なんかちょっと嫌な感じもしないでもないですが。金丸、この顔。鈴木くん、はい。いやらしい顔してますね。はい。残り2パックです。ということは、レア、ダブルレアとトリレアがそれぞれ入ってるはず。はい。お、インディーテイカー。はい。ロッキー・ロムロ。かっこいいな。なんか、ドーン！お、おい、マジか。はい。まさかのウルティモドラゴンボックスでしたよ、これ。ウルティモドラゴンはね、あんまね、よ、知らんだよね。試合見たことあるかな、俺、ウルティモドラゴン。アイラストです。これ、マサヒロ田中って言うんだ。うん。おお、カイル・オライリー。開幕戦、クシジャに勝ちましたね。はい。かっこいいな、これも、ほんと。お、はやぶさ。はい。でしたね。はい。とりあえず、今回はこんな感じでしたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。もう、見事にばらけましたね。これは。はい。出てねえな、これの相方と、なんだ、タイガーマスクと、か。あと、バレッタとかかな。はい、失礼しました。いや、ほんとこれ、かっこいいな、それぞれ。はい。で、ダブレアが、ハヤブサ、カネマル、で、マットサイダラの、カマガタメ、で、トリエアが、そうですね、まさかのウルティモドラゴンパックボックスと、って感じ。正直微妙って感じですね。いやー、剣道家臣欲しいな、本当に。はい、とりあえず今回はこんな感じです。また買ってくるとは思います。その時は動画上げるかもしれませんので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。では。